今回はこのようなお花模様のミニバッグをスズランテープで編んでいきます。はい、それでは材料の説明をしていきます。スズランテープのブラウンを今回は使用します。お好みのカラーで大丈夫です。かぎ針は9号のもの、あとマーカーが6つにとじ針を使用します。はい、それでは、まずバッグの底部分、楕円形を編んでいきます。糸端を少し残して鎖を8目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、鎖を8目編んだら1つ鎖で立ち上げて、1つ手前の目に針を通して細編みをします。はい、最初の目には分かりやすいようにマーカーで印をつけておきます。はい、そしたら、鎖8目ありますので、今細編み1目編みました。次の目から数えて細編みで8目編んでいきます。今2目編んでます。3、4、5、6、7、はい、最後の目ですね。最後の目に細編みを入れて、今細編み8目です。はい、そしたら最後の目、同じところにあと2回細編みを入れます。はい、もう1回です。ここが楕円の折り返しの、1番目の目になります。そしたらまた今の、同じ目に3目入りましたが、3番目の目を1と数えて、次の目から細編み2、3、4、5、6、7、はい、で最後8番目の目は細編みを2回入れます。はい、でもう1回細編みです。そしたら初めの目に針を通し、糸をかけて引き抜いて、楕円の1段目が終了です。それでは2段目に行きます。鎖1目で立ち上げたら、根元の目、初めの目とその次の目は増やし目をします。1つの目に細編みを2回入れていきます。はい、1つの目に細編みが2回入りました。そしたら初めの目にマーカーで印をつけておきます。次の目も増やし目で、1つの目に細編み2回です。
はい、そしたら次は細編み4目です。1、2、3、4、はい、細編み4目編んだらカーブの部分に入っていきますので、ここは2目連続で増やし目します。1、2、まず増やし目1回しました。もう1回増やし目です。はい、増やし目2回したらその次の目は細編みが1目です。はい、次カーブでまた折り返していきます。次の目とその次の目は増やし目です。はい、次の目も増やし目です。増やし目2回終わったら細編み4目です。細編み4目編んだら次の目とその次の目は増やし目です。はい、増やし目2回編んだらその次の目は細編みが1目です。引き抜きと立ち上がりの鎖を飛ばして初めの目に針を通し糸をかけて引き抜いて楕円の2段目が終了です。はい、次3段目に行きます。また鎖1目で立ち上げたら根元とその次の目は増やし目です。はじめの目にマーカーで印をつけておきます。次の目も増やし目です。はい、そしたら直線部分、次は細編みが8目です。直線の部分細編み8目編んだらカーブの部分で増やし目が2回です。はい、増やし目2回したら細編み1回です。はい、折り返していきます。カーブの部分でまた増やし目が2回です。それでは直線部分の細編み8目です。直線の細編み8目が終わったら最後のカーブ増やし目を2回です。はい、増やし目2回終わったら最後の目には細編み1目で引き抜きと立ち上がりの鎖を飛ばして印をつけておいた初めの目に針を通し糸をかけて引き抜いて3段目が終了です。はい、4段目以降も同じ感じでカーブの部分は増やし目を2回、そして直線部分は今2段目は3段目は8目だったので
次は12目、16目という形で直線部分が増えていきます。そして、合計6段目まで編んでいきます。はい、楕円の底の部分6段目まで編んできました。1、2、3、4、5、6段目まで編んできました。今全部で58目になっています。そしたら次7段目以降は側面のお花模様を編んでいきます。はい、それでは7段目、側面のお花模様1段目ですね、編んでいきます。まず目に針を戻して鎖編みを3目編みます。1、2、3、鎖を3目編んだら真ん中の目、鎖の2番目の目ですね、ここに針を通し糸をすくう。そして一番下の鎖にまた針を通し糸をすくう。はい、そしたら次はこの根元に、鎖3目が出ている根元に針を通し糸をすくう。はい、そしたらその次の目に針を通し糸をすくう。はい、最後その隣の目に針を通し糸をすくう。針に糸が1、2、3、4、5、6、6目かかった状態で糸をかけて全部をすくいます。はい、そしたら鎖です。はい、で糸を少し伸ばします。はい、こんな感じでお花の、これ全部まだお花が完成はしてないんですけれども、一つのお花の模様ができました。はい、そしたら次二つ目のお花に行きます。はい、この目の下のこのお花の中心になる部分ですね、糸が出てると思うんですけども、ここに針を通し糸をすくう。そしたらこのさっき編んだお花6目引き抜いたと思うんですけれども、この最後の一番端の目の外側の半目を拾って糸をすくう。はい、そしたらこの目が出ている根元に針を通し糸をすくう。隣の目に針を通し糸をすくう。またその隣の目に針を通し糸をすくう。はい、針に糸が1、2、3、4、5、6、6本かかった状態で糸をかけて全部をすくいます。これで2つ目の、お花、花びらです。花びらというかお花ですね、お花の一部が完成しました。そしたらまた鎖です。はい、で少し糸を伸ばします。今この鎖の下のお花の中心になるところ、ここに針を通し糸をすくう。このお花の6目引き抜いたところの一番最後の目の外側の半目を拾って糸をすくう。根元に針を通し糸をすくう。その隣の目に針を通し糸をすくう。また最後その隣の目に針を通し糸をすくう。針に糸が6本かかった状態で糸をかけて全部をすくいます。はい、そしたら鎖で少し引き上げます。はい、今 1、2、3、3つこう花、お花の一部ができました。はい、これを繰り返して側面の1段目1周編んでいきます。はい、7段目側面お花模様の1段目を1周編んできました。今鎖1目編んだところです。そしたら初めの目ですね、初めの目に
針を通し糸をかけて引き抜いて7段目が終了です。はい、で次8段目側面の2段目を編んでいくんですけれども、ちょっともうこう内側に反り返ってきてますので、ひっくり返してこちらが表になりますので、ここから左に向けて編んでいきます。それでは、側面の2段目下から数えて8段目を編んでいきます。今、こうお花の一部ができているところなので、側面の2段目でお花がこうくるっとできるような形になります。それでは鎖2目で立ち上げたら、このお花の中心、ちょっとポコポコっとお花の中心となるところ、目が開いてるんですけれども、ここに針を通していきます。鎖2目編んだら針に糸をかけてお花の中心のところに針を通し糸をすくう。針に糸が3本かかった状態で糸をかけて全部をすくいます。はい、同じ目にもう一度、もう一目編んでいきます。針に糸をかけて中心に針を通し糸をすくう。針に糸をかけて3本すくいます。はい、で、ちょっと初めの目、今2目編みましたが、初めの目にマーカーで印をつけておきます。はい、そしたら次またお花の次の目のお花の中心のところに針を通します。まず針に糸をかけて中心に針を通し糸をすくう。糸をかけて3本すくう。針に糸をかけて中心に針を通し糸をすくう。糸をかけて3本すくいます。はい、また針に糸をかけて次の目のお花の中心に針を通し糸をすくう。糸をかけて3本すくう。これを同じ中心のところに2回ずつですね。はい、こんな感じで、ちょっとまだ分かりにくいかもしれないですが、お花模様ができてきています。はい、これを繰り返して、8段目側面の2段目を1周編んでいきます。側面の2段目1周編んできました。こんな感じでお花模様ができてきています。はい、最後の目まで編んだところです。そしたらマーカーをつけておいた初めの目に針を通し糸をかけて引き抜いて、側面の2段目が終了です。はい、で、今お花の中心に目を、2目ずつ入れてきたところで、今一周初めの長方、楕円の底の目数と同じ58目になっています。はい、それでは3段目に行くんですが、3段目も1段目と同じように編んで、4段目は2段目と同じように編んで、1段目2段目を繰り返し繰り返し段数を重ねて編んでいく形になります。1段目と3段目1段目と同じ編み方です。鎖3目で立ち上げたら2つ目の鎖に針を通し糸をすくう。3つ目の鎖に針を通し糸をすくう。根元に針を通し糸をすくう。隣の目に針を通し糸をすくう。その隣の目に針を通し糸をすくう。針に糸が6本かかった状態で糸をかけてすくいます。そして鎖です。はい、そしたら、鎖の下のところに針を通し糸をすくう。この、ずらっと並んでる6目の端のところの半目、外側の半目を開って針をすくう。根元に針を入れて糸をすくう。隣の目に針を通し糸をすくう。その隣の目に針を通し糸をすくう。針に糸が1、2、3、4、5、6、
6本かかった状態で糸をすくいます。そして鎖です。はい、3段目はこれを繰り返して1周編んでいきます。そして4段目は2段目と同じ編み方で1周編んでいきます。はい、この1段目2段目の編み方を繰り返して段数を重ねていきます。はい、側面部分ですね、10段編んできました。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10段編み終わったところです。最後、中長編みを2目入れたところになりますので、はじめの目に針を通し糸をかけて引き抜いて側面の部分は終了です。はい、そしたら、閉じる分の糸端を少し残して目に糸を通して引き締めて終了になります。はい、この、糸端はとじ針で内側の見えないところに閉じていきます。それでは、次からは持ち手の部分を編んでいきます。持ち手を、編む前にまずマーカーで印をつけます。はい、ここが今、最後の目、引き抜いて糸処理をした一番初めの目です。一番初めの目から数えて29番目の目に印をつけます。今印をつけたこの次の目から数えて29番目にまた印をします。で、ここちょっと分かりにくいと思うんですけれども、ここが初めの目になります。今、側面の最後の段で始めの目に糸を引き抜いてという始めの目のところですね、引き抜いたところです。で、その手前の目は、引き抜きのところなので飛ばします。ここは、カウントせずにこの始めの目から数えて29番目、マーカーの次の目から数えて29番目に印をつけます。はい、2箇所印がついたらもう2箇所ずつ印をつけていきます。はい、このような形で6箇所に印がついています。まず、真ん中の目は半分の目のところです。そしてその半分の目の1つ飛ばして右隣、1つ飛ばして左隣にもう2箇所印をつけます。真ん中の印から両サイド1目ずつ飛ばしてその横に印です。で、反対側も同じように真ん中の印から1つ飛ばして右隣、ここは飛ばすので1つ飛ばして左隣に印をつけます。ここが持ち手の印となります。はい、それでは真ん中の印はもう、半分のところを見たかっただけなので取ってしまって、新しい糸を持ってきて右端の目、針を通し新しい糸を引き抜きます。鎖一目で立ち上げたら同じ目に細編みです。はい、細編みを編んだら待
また同じ目に今度は長編みです。長編みなので針に糸をかけて目に針を通し糸をすくう、糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう。はい、そしたら横の一目を飛ばしてその次の目に細編みです。糸端は編みくるんでいきます。細編みを編んだら初めと同じように長編みです。針に糸をかけて同じ目に針を通し糸をすくう、糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう。はい、そしたら一目飛ばして最後印がついているところですね、この最後だけ細編み一目です。それまでは一つの目に細編みと長編みを入れましたが、最後の目だけ細編み一目になります。はい、これを往復編みで、長さを出していきます。はい、そしたらまた鎖一目で立ち上げて編み地を反転させて根元の目に細編みです。細編みをしたら同じ目に長編みです。針に糸をかけて同じ目に針を通し糸をすくう、糸をかけて2本すくう、糸をかけて2本すくう。はい、一目飛ばしてその次の目に細編みです。はい、そしてまた長編みです。はい、そして一目飛ばしてその次の目、最後の目には細編みが一目です。最後だけ細編み一目になります。ちょっと糸端、編みくるんだ糸端が長いので切っておきます。はい、そしたらまた鎖一目で立ち上げて編み地を反転させて根元同じ目に細編み、また同じ目に長編み、一目飛ばしてその次の目に細編み、同じ目に長編み。はい、最後の目は細編みが一目です。はい、今、3段編めました。で、お好みの持ち手の長さ、だいたい30から33目ぐらいですね、30から33段ぐらい編んでいきます。はい、持ち手部分ですね、30段ぐらいって言ってましたけれども、ごめんなさい、23段にしました。まあ、もちろんお好みの長さで大丈夫です。はい、やり方は変わらないので、私は今回23段にしましたけれども、お好みの長さまで段数を編みます。はい、そしたら私は今23段目まで行きました。で、最後細編みをしたところなので、閉じる分の糸端を、切るんですけれども、こちら反対側の方にはとじ針でつなげていきますので、閉じる分少し長めに糸を残して切ります。そして目に糸を通して引き抜いたら持ち手の部分が完成です。それをとじ針でこちらの方に目を揃えてつなげていきます。真ん中の印は取って端ですね、今とじ針に糸を通したところなので、端から一目一目つなげていきます。
全部で5目ありますね。こんな感じでモッシュの部分もつながりました。はい、とっても可愛く仕上がってます。で、このままでも大丈夫なんですが、持ち手がちょっと太さがあるので、この端と端を、閉じていきたいと思います。はい、閉じる場合はこの持ち手のだいたい3倍ぐらい、約3倍ぐらいの糸を用意して、とじ針でこの端と端をとじ針でこう波縫いみたいな感じで閉じていきます。持ち手の部分もつなぎ合わせて完成いたしました。ちょっとこういうお花模様の表面感のある、ミニバッグになっています。はい、とっても可愛いので、よかったらぜひ編んでみてください。